もっと聞いてね MBS。 おはようございます、ふさこさん。はい、おはようございます。あら、耳も達者やな。はい、ねえ、目もよう見えますね。え、目も。はい、よう見えるの。はい、へえ、僕よりね、はい、2つほど年が上ですから。もうバンドさん何歳です？なんで言わないかんの。私18歳。いや、そしたら僕はね、僕は16歳。ほんま。え、ほんまかいな。ほんまかいなって、だってうさこさんだってそんなほんまかいな。え、私人に言うときはいつも81なんて言えへんねん、18歳って言うねん。厚かましいやろか。いや、厚かましくない。声だけって言ったら失礼ですけど、ふさこさんを僕らは目の当たりにしてないんで、はい、お電話ですから、はい、想像するとね、はい、結婚間近の人みたいですよ。嬉しいこと言うてくれはんな。お世辞じゃないんです、本当にね。僕からすると、うん、ね、僕の家内がちょっとお迎えが来たんで、先に僕より行ったんで、お先にって言って行ったんで、それが5つ上でしたから、うん、年が5つ僕より5歳上でした。はあ、だからそれは残念やね。まあ残念だけども、僕行儀のいいね家内だったなと思うんですよ。うん、それはそうと、あれですね、おじいちゃんは。おじいちゃんはもう23年前にさよならって言いもせんと黙って行きましてがな、腹の立つ。あら、ふさこ、物も言うてくれへんかったん。もう物も言わんと。はい、悔しかったわ、ほんまに。もう23年になりますね。あら、まあだってね、ふさこと会った時はお前が好きやだとかな、鬱陶しかったんだろそいつ。ダメだよ。ちょっと焼きもち焼いてんね、焼きもちを朝から。朝一応バンドさんもあんた、ダメやってんやろ。え、なんか毎日東京行くのでも、ゆで卵3個食べるって、多く6個食べるって羨ましい。私ゆで卵大好きやで。というのはね、ふさこ、ふさこ、はい、ちょっと旦那のことはもうね、もう何年も前にさっき言ったから、もう忘れて言っとくけども、はい、だってふさこもそうだったけど、僕らの子供の頃って、うん、卵って食べれなかったじゃない。食べられへんかったね。ね、うん、そうでしょ。今聞いたらほんまに1日6個も食べるって羨ましいわ。冗談。そんな食べませんから。というのはどうしてかっていうと、僕ちょっとお金持ちになったじゃない、はい、野球やってる時に。そうすると卵を、それまではほとんどね、イタチと競争しとったんですよ、盗むのを、鶏小屋。そんなの農家のね、お子さんって遠足運動会行ったら必ず卵持ってくるね、ゆで卵を。そうだったでしょ。それが羨ましくてね、うん、で僕らはいつも早くから学校行って、うん、教室の中でじっとおんのに、農家のお子さんって人がいいというか、うんうん、必ずおにぎりの他にね、必ずゆで卵2つ持ってきよるね、こいつらが、うん、こいつらって怒られるけど。そして男の子でも女の子でも一緒ですよ。私もらってたもん。そうでしょ。うん、だからそしたらね、卵とお弁当置いたまんま、ね、運動場へ遊びに行きよるのよ、農家の子は、うんうんうん、そしたら僕らはそれをじっと見てて、うん、運動場へ出て行った後の卵をちょっと拝借してたんです。え、悪ガキやね。いやいや、かましいわ、何言ってんねん。それでないと言っとくけどね、僕らもちゃんとね、早めに言っとかないと、イタチが来よんね、イタチが。そういう風に言っとるか。ああ、イタチがね、こいつの方が盗みよんね。僕らより先に。
あいつ偉いでイタチ。ね、そんな時代やから、もう必死だったもん、食べるのに。もういいえな、あの時代はな。なあ、あの房子は、お里はど、何、お家は何だったんですか。農家ですか、それとも。いや、サラリーマン。会社に行ってたお父ちゃん。会社に、もう時間通りにぴったし帰ってくるね。あら、よっぽどおばあちゃん好きやったんやな。そうや。え、旅行に行くのでも2人で行きはんねん。行くの。私らほったらかしや。ああ、そうやろな。もうでも物事がちょっと分かるようになったらもう子供なんて鬱陶しいんだろうな。そんなにおばあちゃんと仲良かった。仲いいね。それがおばあさんは口うるさいねんけどもああおじいさんのがさっき言って、はよおばあさん迎えに来たってくれて、私どんだけ頼んだ。そやけど近所の人はみんなな、あんなうるさいばあさんは迎えに来えへんねん、今やっとおじいさんが伸び伸びしたはんねんって、そんなこと言うたりなって言われて、そうかなって思ったら、自分の亭主もそやろ言ってもて、私呼んでくれんと、もう23年も経ってんのに。なあ、ふさこ、もう呼んでくれんねん。はい、ふさこ。はい、ふさこは元気すぎてな、もし読んだら、ご主人が読んだら、おじいちゃんが読んだら、また房子をちゃんとせんといかんやん。子作りもせないかんし、いろいろと遊びに行こうと思ったら房子がついてくるし、だから今おじいちゃんな、ものすごい幸せにのんびりしてるで、きっと。そんな羨ましいこと言わんといてな腹の立つ何を言うてんねんや、焼き餅焼いてんねんや。もう私こそほんまに、あのエイジさんとどっか行きたいな思うわ。いや、ところが足がもう弱なってな、ほんまに悔しいねん。足が、お仕事直して歩かなあかん、ね、あ、そうか。時々僕も見かけるけど、あのなんか乳母車みたいなあれがいるの。いるね、房子。はい、あれ、そうすると情けないで、達者じゃない、おしゃべりは。口だけかい、達者なのは。口は達者やないけど足が弱いね。あ、そう、今日はね、道枝がね紹介してくれたのよ、元気なおばあちゃんですからって、そうやね。道江は、おばあちゃんの何？娘。あ、娘。それじゃ道江しかおれへんねん。え？あの娘一人しかおれへんねん。あ、そうなん。もう一人おったんが亡くなったから。あら、まあ、あれ、まあ、あれ、まあ、それはそれは。だから、あの子一人が頼りや。そうか。でも道江がちゃんとこんなね、おばあちゃんと話しててリクエストくれるぐらいやから。しっかりしてんねん。そしておばあちゃん。ちょっと待ってよ、またはっきりかつね、言葉がはっきりしてるよ、房子。私？そんなしっかりしてるやろか。だからきっとね、明るいし、近所ではあの、みんなが大好きなんちゃう、房子のことを。私は敵はないわ。なあ、ほんなら今まで病気もしたことないの？病気はもうずっと病気をもう体につきもんで、もうずっと今年も1月の4日から病院で入院して、今ここにこの施設に世話になってるんやけど。今施設の電話からしてくれてんの？そうそう。何の病気だった？何の病気？今日袋ぶら下げて、その袋取って、あの腸と肛門をひっつけてくれはった。あー、なるほど、閉塞したんやな。もう今袋はないねんけども、だけど元気ない、口だけですね。え？口だけが元気やねいや、口だけだ、口が元気だっていうのは何よりよ、やっぱり。いや、自分でも思ってるわそしたらあれやな、まだまだあの多少お医者さんには常に行かないかんな。そう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 。え？だからどこも行かれへんから、いっぺん連れ出してえな。連れ出してよ。これちょっと。いい困ってんやろ。え？
困ってんねやろ。俺そんなばあさん連れてようあるかんわって思ってやんのちゃう。だってね、うちの家内は僕より5つ上だったから、うん、時々怒られたんですよ。あなたね、うん、私の年分かってんの、うん、もうちょっとゆっくり歩いてって言われるぐらいせっかちやから。ああ、それは言えるな。そしてね、こんな言ったらなんだけど、うん、最近になってやっとね、あ、しまったなと思うな、うん、もうちょっと大事にしといてやればよかったねと思うのよ、うん、だけどもうね、先にもう行ったから、うん、だけどなんやかんや言うたってね、クリスマスやから、うん、クリスチャンだったんですよ、うんうん、だから子供たち孫たちも一応クリスチャンですから、うんうん、うちの家内 の, クリスチャンネームを知らない。娘はマリアとテレジアですけども、うん、だからそんなこと思うと、これクリスマス迎えるなと思うと、嫁がまた、うん、あなたちゃんとしてなさいよって言われそうな気がして、うん、だから僕もね、うん、ちょっとわがまますぎたなと反省はしてんねんけど、うん、おじいちゃん名前何だったっけ、もう一度。三つ子。三つ子いうね。絵描いて描いて描くやつか。そう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 。うん、そんならこれ房子に貢いだんやな。私だけじゃあね、よそでも貢いでてんで、ね、ほんまに。ほんまにや。うん、それ見たことあんの、うん、いや、いつも話のためで聞いてんねんけど、ほんまに貢いでんのかな思うときあるけども、まあ魚釣りがすっげえ盛んに。魚だけじゃなくて女まで釣ってんの。そうみたい。えらいこっちゃな。バンドさんはそんなことないやろな。僕はね、女はね、すいませんけど、おうちのひろこっていうのは太平洋のようって書くんだけど、それしか知りませんの。本当？なんであなたが笑うの。え、本当って何言ってねえよ、おさこ。世の中にはね、ちゃんとこういう真面目なね、タレントもおるんですから。本当かいな。なんか聞いてたらそうでもなさそうや。なんでわかんの、なんでわかんの。わかるよ、それぐらい。だけどね、三つ子さんもさっき言ったけども、あんな100人切りとかいうのは昔嘘ですよ、あんなものは。あんなこと絶対ない。僕一生懸命頑張ったってね、まだ4人ぐらいですもん。女やおんねや。やっぱりおんねんわ。だけどそんな人は三つ子だってやっぱり4人や5人は遊んどったんちゃう。そうやろ、もう旅行に行くいたらウキウキしていくもん。いや、男ってのはね、そんな動物ですわ、これ、ね、勘弁してやって、房子さん。うん、ね、もう三途の川も渡ってんねんから。ねえ、今度おたらもう、ひどい目に遭わすわ。あ、そうか。もう、先行けがって。そうそう。それはもう、とりあえず、どつき倒さなな。せっかくこんな房子といういい女で、べっぴんらしいな。浮気もしてへんのにな。ちょっと待て、ふきこ。ふきこが浮気、房子が浮気したらえらいこっちゃがな。いや、ほんまに浮気も一つもして、友達やないけど、あんたそんな早うから旦那なくしてやんた、浮気ぐらいしたらええのにって、けしかけられんねんけど。えらいな。友達は妖精なんだわ。そしたら、妖精なんだってせんでええて。そしたら、三つ子は、三つ子しか知らないんだね、房子のことを。そう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 。あら、それで今度、エイジが知るんか。うん、エイジが、うんうん、え、そしたらエイジが抱いてもいいの。いいよ、いっぺん抱いてほしいわ。この朝の早からこの話抱くったってね。え、うん、え、ムサコ言うたってこの頃ね、薬飲んだってあかんねんで。もう70過ぎたら80に近いの。そう、もうだって、まあ、あと来年再来年にはもう80ですもん。うわー、そばあかんな。やかましいわ。それでもね、
なんとかするって薬この前あのお医者さんがくれたけどね、倍飲んだって一緒、あのねやっぱね礼儀正しいからね、神戸を垂れるね、どうしても、うん、うん、礼儀正しいからねよし、これうさこ、はい、三つぐに言うといて、ちゃんと拝んで、うん、エイジとだけは許してって言っといてな。言うときます私も希望してるもん。いやいやいや、これからもね、あの、うん、ますます寒くなったりするから油断せんようにな。ありがとうございます。ねえ、お元気で、うん、いいですか、うん。はい。そしてちょっと暖かくなったらできるだけ表を歩くように押しながらでもいいから。はい、わかりました。はい。あなたの言うことなら何で聞きます。ふさこ。はい。I love you。お。こちらこそ I love you I love you お元気でね、ありがとうございます。あの道へもによろしくね。はい、わかりました。道へも聞いたらびっくりするわよ。そんなお母さん I love you なんて言うわ正解してやって言われるわ。さこ、最後にもう一回言って、はい、I love you I love you goodbye グッバイ、また電話してね。はい。